ファリーグ西武日本ハム30日ベルーナドーム日本ハムの新庄剛志監督がポジションを大幅に入れ替えたスタメンを組んだ指名打者が定位置だったレースを1塁捕手が本職の軍司を2塁右翼には通常は左翼の水谷を入れ本来は右翼の万波を左翼で起用したすでに2位が確定新庄監督は日本シリーズ進出も視野に レーススも今後ファースト守らせますよ日本シリーズに向けて早くやっとかないとと語っていたスタメンは以下の通り11レース2右水谷33清宮4左万波52軍治6中宣言